こんにちは、堀田大輝と弟のナトです。今回はボール運びのコツとトランジションにおけるスリーポイントシュートの有効性について解説していきたいと思います。オフェンスには2つのオフェンスがあります。ハーフコートオフェンスかトランジションオフェンスです。ハーフコートオフェンスとはディフェンスがすでに全員戻ってしまっており、ハーフコートでのオフェンスを展開していくことで、トランジションオフェンスとはボールを素早くフロントコートに進め、アウトナンバーで攻めることを言います。ハーフコートオフェンスではディフェンスが5人揃った状況での攻撃になりますが、トランジションオフェンスではアウトナンバーの状況が作りやすいので、シンプルかつ効率的に得点することができます。トランジションはスピード勝負なので、一瞬の躊躇や判断ミスでせっかくのチャンスを逃してしまいます。得点の機会を逃さないために、ボール運びのコツとトランジションオフェンスからの有効的な攻撃を解説していきたいと思います。内容は1つ目、ボール運びのコツ、2つ目、トランジションからの攻撃方法、3つ目、トランジションのスリーポイントの有効性です。それではやっていきましょう。1つ目、ボール運びのコツ。コートを縦に半分で割って、右側のサイドでボールを運ぶときは左手、左側のサイドでボールを運ぶときは右手で運びます。内側の手でボールをつきます。このボール運びの方法にはメリットが2つもあります。1つ目は視野が広がるということです。外側でボールをつくと、どうしても視野が外側になってしまい、コート全体が見えません。内側でボールをつくと視野が内側に向くので、自然とコート全体が見えます。2つ目は無駄な動きを減らせるということです。仲間のオフェンスは基本的に自分の内側にいるので、仲間にパスを出したいときに、外側の手でドリブルをしていると、1回チェンジをしてパスを出すか、もしくは自分の体を越えてパスを出さないといけません。しかし内側の手でドリブルをしていると、空いたと思ったときに無駄な動きなくすぐに出せるので、スピード勝負のトランジションでは非常に有利になります。2つ目、トランジションからの攻撃方法。1つ目はトランジションからネイルに向かってドライブです。まず先ほど解説したように、内側の手でのドライブから始めます。ドライブに行く場合はネイル、フリースローラインの真ん中を狙ってドライブします。ここで弟ポリアのこっそりワンポイントアドバイス。なぜネイルを狙うのか、お兄ちゃんに聞いてみたよ。自分が攻撃をする際にはサイドライン、エンドラインはディフェンスと同じラインの近くへ行ってしまうと、攻撃のチャンスがかなり減ってしまうんだ。ネイルへアタックすることで、右が無理なら左、左が無理なら右へと逃げ道を残してあげることができる。だからネイルを狙うといいんだね。ハーフコートオフェンスでは自分のマークマンがディフェンスに来ますが、トランジションの場合は緊急事態なので、近くにいる選手がディフェンスに来ます。ということはつまり、スピードのミスマッチが起こりやすいです。自分についてきたディフェンスの特徴をしっかり見極めて、自分よりもスピードが遅そうな場合にはトップスピードでドライブを狙います。トップスピードでネイルにアタック。逆に自分より身体能力が高く、明らかにスピードも速そうな選手がディフェンスについてきた場合は、勢いを少し落として自然な流れでアタックしてドライブです。トップスピードではなく自然な流れでネイルにアタック。ここで目のフェイク。ディフェンスが反応し、ドライブレーンが確保できたので、すかさずドライブ。ディフェンスから見るとこんな感じ。目のフェイクに気を取られていたら素早くドライブされました。オフェンスから見るとこんな感じ。ディフェンスが目のフェイクに引っかかってくれたので、すかさずドライブ。
自分よりスピードが速そうな選手に勢いよくドライブしてしまうと、ディフェンスは目のフェイクをしても考える時間がないので反応してくれません。あえてトップスピードではなく自然な流れでドライブすることで、ディフェンスにスクリーンがいるのかドライブに来るのかとあらゆることを考えさせ、混乱させて隙を作り、その隙を狙ってアタックするようにしましょう。ここで弟ゴリラのこっそりワンポイントアドバイス。なぜ目のフェイクがいいのかお兄ちゃんに聞いてみたよ。人間は目の情報量がめちゃくちゃ多いんだって。だから足の遅い選手でも目のフェイクを使うことで相手の重心をずらして簡単に抜けるようになるんだ。これなら僕でもできそう。目の力ってすごいな。2つ目はトランジションからのスリーポイントです。スリーポイントシュートを狙う場合はネイルに向かって目のフェイクを入れます。一瞬ネイルの方向に目のフェイクを入れてあげることで、ディフェンスは内側へのドライブ、スクリーンを警戒して一旦自分から目を外すはずです。その隙を狙ってスリーポイントシュートを打ちましょう。内側の手でドリブル、目のフェイクにディフェンスが反応した、いいもの取ったぞ。3つ目、トランジションスリーポイントの有効性。なぜトランジションにおいてスリーポイントシュートが有効なのか。ディフェンスはトランジションの状況では急いで下がっていますよね。斜めや後ろ向きに下がっている選手もいるほどです。ということはディフェンスはかなり後ろ重心になっているはずです。この状態でいきなりストップしてシュートを打たれたら、ディフェンスは後ろ重心なのに逆方向の前にチェックをしないといけなくなるので非常に反応しづらいです。スリーポイントとドライブの選択をする際にはディフェンスの重心を確認し、このディフェンス後ろ重心になっていると思った場合はスリーポイントシュートを打ちましょう。ディフェンスが後ろ重心で下がりきっていて自分との間にスペースがある場合はすぐさまスリーポイントシュート。ディフェンスは後ろ重心だけどスリーポイントを打つスペースがない場合は目のフェイクからのスリーポイントシュート。上手な選手は必ずトランジション3ポイントを狙っています。トランジションの状況ということは基本的にディフェンスは後ろ重心です。まず3ポイントを狙ってディフェンスが出てきたらすかさずカウンタードライブ。難しく考える必要はありません。進化しているバスケットについていきましょう。バスケットは思考のスポーツです。行き当たりばったりでプレーするのではなくディフェンスの状況をしっかり見て、その状況でディフェンスが最も反応しづらいプレーを選択しましょう。はい、いかがだったでしょうか。今回はトランジションにおけるボール運びと攻撃方法、スリーポイントシュートの有効性について解説しました。スピードの状態でのプレーになるので焦ってパスミス、キャッチミスのイージーミスをしてしまったり、判断ミスをして攻撃のチャンスを逃してしまいがちです。試合での場数を踏むことももちろん大切ですが、練習である程度頭に入れておくことでスピードの場面でも焦らずにプレーすることができます。ぜひ普段の練習に取り入れてみてください。それではこの動画が少しでも参考になったという方はチャンネル登録とグッドボタン、コメントよろしくお願いします。またねー。